ばかりのフリクション次のエブリデイ、あちょっと褒めた頭の中を冷やすと時間は流れていくのにどの距離すらうまくつかめないよ。逃げたいよなんて思わないけど適当な強さを忘れたくないよ。昨日と今日と明日と何をしていけばいいのかも確かじゃないからいいんですが Can we wait ありのままの自分を Can we wait ただ受け入れてけばいい Can we wait また太陽は昇る。いい階段ばっかと限らないからいつでも夢を見て自分が好きです。単純明快が僕いいこととは思えないけど僕はどうしてこんなにわがままなんでしょうか。時間